1824から1825年頃に描かれた出島の長官図。線形をしている河原系が長崎港図左側に線形をした出島の姿が確認できる出島は1634年江戸幕府の対外政策の一環として長崎に築造された人工島。扇形で面積は3969坪。日本初の本格的な人工島である。 1636年から1639年まで、対ポルトガル貿易。1641年から1859年まで、オランダ東インド会社を通して、対オランダ貿易が行われた。出島全体は1922年10月12日、出島オランダ召喚跡として、国の史跡に指定されている。明治以降は、長崎港の港湾整備に伴う周辺の埋め立て。 等により、陸続きとなり、線形の人工島であった頃の面影は失われたが、1996年より、江戸当時の姿への復元を目指す出島、復元整備事業計画が長崎市により進められている。出島は幕府によって1634年から1636年にかけてポルトガル人を管理する目的で建設された。当初は単に月島とも呼ばれていた。 月島の建設費銀200貫目を今のお金に換算すると約4億円となる。建設当初の面積は約1万5000平方メートルだった。なお、江戸中期に長崎貿易を調査した大岡備前市清志商の企業軍団には面積3924坪船月城45坪と記載されている。築造費用は門、橋、兵などは 幕府からの出資であったが、それ以外は、高木作衛門、高島四郎表へなどの長崎の25人の有力者が出資した。ポルトガル人は、彼らに土地使用料を毎年銀80巻支払う形式となっていた。居住者がオランダ人になってからは、借地料は銀55巻となったとなった、マクシミリアンルメールが交渉し、現在の日本円で、 1> 約1億円に引き下げられた。長崎東蘭貫図館に描かれたマレー系の子供たち長崎のオランダ人と丸山友情を描いた浮世絵川原系が東蘭貫図蘭線入港図オランダ商館内での会食風景で島役園1638年の春に幕府は島原半島と天草諸島のキリシタンの百姓が起こした島原の乱を鎮圧した。それ以降は キリシタンの摘発をより強化し、近況の徹底のためにカトリック国であるポルトガルとの関係を断絶しようとした。しかし、現実にはポルトガルがマカオからもたらす中国産のキートなどが当時の日本にとって必要不可欠であり、オランダ東インド会社への信頼に不安を感じていたため、幕府は1638年には、 ポルトガルとの貿易の断絶に踏み切れず、その代わり、マカオから江戸に派遣されたカピタンモールの将軍への越見を拒否するだけにとどまった。1639年、平戸のオランダ商官長、フランソワカロンが江戸に散布し、ポルトガルとの関係の断絶を抜閣に訴え、オランダがポルトガルに代わって日本が求める輸入品を確実に提供できることを主張した。 バッカクカロンから台湾や東南アジアから渡航する中国人が直接長崎に来航することが問題ないことやオランダがスペインとポルトガルに妨害されず長崎に来航できること台湾に渡航する中国人を通じてオランダが日本が求める輸入品を確保できかつ台湾に渡航する中国人が明長な渡航証明書を持っていることなどを確認し ポルトガルとの関係を断絶しても支障がないと判断した。その結果として、同年、幕府は長崎奉行や九州地方の大名に第五次鎖国令を発布してポルトガル人を出島から退去させた。翌年の1640年にはマカオからのポルトガルの施設が貿易再開を要求して長崎に渡来した。これに対して幕府はポルトガルの施設を処刑することで ポルトガルとの貿易を改めて再開しない意思を示した。その後、出ジマは無人状態となり、貿易利潤の損失だけでなく土地使用量も入らなくなったために、長崎の町は困窮した。幕府は出ジマ造の際に出資した人々の訴えを踏まえ、1639年に建設された倉庫の破布に、 西暦年号が記されているのを口実として、1641年に平戸のオランダ東インド会社の召喚を出島に移すように求めた。オランダ側にはこれに反対する意見もあったが、召喚長カロンはこれを受け入れた。こうして、オランダ召喚は平戸から出島に移設された。以後、約200年間、出島には武装と宗教活動を規制された。 オランダ東インド会社社員等が居住することになり、それまでのポルトガル人同様に、オランダ人も幕府の監視下に置かれることとなった。通常、長崎には毎年2隻のオランダ船が季節風を利用してバタビアを出港し、バンカ海峡、台湾海峡などを経て、女島諸島、さらに野毛崎を目指してやってきた。例年7から8月頃来航し、 その年の11から12月にキロに着くまでの約4ヶ月の滞在であった。船がいる間は多くのオランダ人を中心にした欧州人、マレー人が滞在していたが、それ以外の期間は、召喚長、自席召喚長、倉庫長、初期役、召喚員、召喚長の補助員数人、調理師、大工、飯使いなど十五人前後の人が住んでいた。翌年夏に、 オランダ船が入港するまでの間には、貿易に関する仕事や江戸散布などを行っていた。オランダ商館長は、歴代、通商免許に対する例として、江戸に下り、将軍に越見して、貿易の御礼を厳性して、贈り物を献上している。これをカピタンの江戸散布と言い,い、毎年定例として、 行うようになったのは1633年からであり、召喚が平戸から長崎に移されて以後も継続された。1790年以降は4年に一度と改められたが、特派施設の登場は1850年まで166回を数えた。江戸の長崎や、京の海老屋は、オランダ塾として施設の宿泊に充てられた。 マクシミリアン・ルメールの1641年6月10日の平戸・オランダ召喚日記によると、出島を初めて見た印象について、一般に倉庫が小さいとしつつ、住居7棟、倉庫8棟を召喚として取り仕切ることができると記述している。平戸召喚は石像の建物だったが、出島の建物はすべて木造建築だった。幕府は石像の平戸召喚の要塞化を恐れて、 オランダ商館の長崎移転の前後に破却している。なお、幕末期には出島にも石像の洋風建築が見られるようになった。出島は長崎奉行の管理下にあり、その下に様々な人が出島で働いていた。出島大人は出島の責任者で貿易についての監督や出島内で働いている日本人の監督、指線や 手ジマに出入りするための門館の発行などを行った。オランダ通事はオランダ語の通訳をする役人で、大通事、小通事、稽古通事などの階級に分かれていた。大通事は、大体4名で交代で、年番通事を務め、オランダ人の江戸散布に同行したり、風雪書や積み荷の送り書きの翻訳をした。その他に飛行士、筆者、小遣い、費用人版、探り版、 買い物使い、料理人、給仕、船番、番人、庭番など、100人以上の多くの日本人が働いていたと言われる。ケンペルが国立の監獄と表現したように、原則として日本人の公用以外の出入りが禁止され、オランダ人も例外を除いて狭い出島に押し込められた。出島表門には、生殺場があって、帝と金星の2つの考察が立てられていた。 帝というのは、日本人、オランダ人で悪事を企む者、密、貿易等があったら、すぐ告訴せよ。告訴すれば、賞金を与えるという趣旨の考察である。禁制としては次のように書かれていた。禁制出島町つまり、遊女以外の女、高野清の他の山伏や僧侶、漢人や、小記の出入り、出島の外周に打ってある牧喰の中、橋の下への船の乗り入れ、 そして、オランダ人は、許可なく、出島からの外出が禁じられていた。1651年に、長崎諏訪神社が、環状造営され、祭礼長崎くんちも始められると、中国人と共に、オランダ人も、佐治奇跡での観覧が許された。1797年フランス革命戦争で、ネーデルラント連邦共和国が、フランス共和国に占領されてしまったため、 数隻のアメリカ船がオランダ国旗を掲げて出島での貿易を行う。1809年まで23回の来航が記録されている。1798年4月3日、出島に大火が発生し西側半分を消失。カピタンベアも焼けた。他の建物は間もなく復旧したが、カピタンベアはオランダ召喚の費用で建てることになっていたため。 召喚の財政難のため10年ほど再建されることはなかった。召喚長、ヘンドリック・ドゥーフによって建てられた新しいカピタンベアは1809年1月に完成。1804年9月に、ロシア帝国からニコライ・レザノフが出島に来航し、ロシアとの国交樹立、通称を要求した。だが、レザノフたちは、半年間室島に留め置かれ、翌年に、 長崎武行所において通称の拒絶を通告され釈放された。文化5年8月、フェートン号事件といわれるイギリス軍艦侵入事件が発生。武装暴徒によって手島のオランダ召喚員2名が拉致され、フェートン号に連行された。その後、食料や飲料水と引き換えに召喚員は釈放された。1810年、コラント王国が皇帝。 ナポレオンの率いるフランス帝国に並行され、翌11年にはバタビアがイギリスの占領下に置かれたため、1810年から3年間、手島には一隻のオランダ船も入港しなかった。この間、食料品などの必需品は幕府が無償で提供し、長崎奉行は毎週に3回人を使わして不足品があるかないかを問い合わせていた。その他の支払いについては、 長崎会所の建て替えを受けてしのいでいたが、それでも文化9年にはその総額が8万200両を超えた。この間、オランダ商館は商館長ドゥーフの所蔵している書籍を売るなどして財政難をしのいだ。その後、1815年にはネーデルラント王国が成立。つまりこの5年間、世界中でオランダ国旗が翻っていたのはここ、デジマだけだった。 1817年7月、ブロンホーフが、妻ティティアと、子、ジョンヤウバ、メシいを同伴して、小館長として着任した。幕府は女性をデジマに入れることを拒んだが、町の絵師たちはこぞって、彼女を題材に絵を描き、または人形を制作するなどした。家族は16週間のデジマ滞在の後、同年12月、ルーフと共に、オランダに帰国した。 文政11年9月、オランダ召喚付けの医師であるシーボルトが帰国する直前、所持品の中に国外に持ち出すことが禁じられていた日本地図などが見つかり、それを送った幕府天文方、書物奉行の高橋影康ほか十数名が処分され、影康は告示した。シーボルトは文政12年に国外追放の上、サイト公禁止の処分を受けた。 長崎海軍伝習所イズ鍋島法、伊佐を海蔵。オランダの軍人を教師に、幕府海軍の海軍士官を要請した。ペリー来港によって、日本が開国されることになった、翌年の1855年に、日蘭は新条約締結によって、オランダ人の長崎市街への出入りが許可された。1856年には、出島海法令とともに、出島の日本人役人が廃止され、 3年後の1859年には、出島にあったオランダ商館も閉鎖された。開国後は、長崎の東山で、南山手、新地蔵などの地区と、同じく外国人居留地となり1899年まで続いた、1870年頃の出島。出島のある長崎港は、明治以降埋め立て等の改修、改良工事がたびたび実施されており、 その中でも、明治時代の二度の大規模な港湾改修事業は、出島の姿を大きく変えることになった。1882年から始まった最初の港湾改修では、1886年から実施された中島側の返流工事に伴う川幅拡張により、北側の敷地が削り取られ、1888年には、東側の護岸部分から、地区町との間が埋め立てられ、 陸続きとなった。ついで、1897年に始まった港湾改修では、南側の埋め立てが進められ、1904年の春高時には完全な陸続きとなり、王子の扇形の姿は完全に失われた。1922年に、高島周半旧宅、シーボルト宅跡、平戸オランダ召喚跡と共に、長崎県で初めて国の史跡に登録された。 ただし、当初、出島は、史跡登録の候補には含まれていなかった。また、敷地内も時が経つにつれて、住宅や委員、商店が立ち並ぶようになっており、出島が国の史跡として登録された1922年時点では、道路を除くすべての土地が民有地となっていた。なお、1937年に、出島があった範囲を示すための病が、道路に打ち込まれた。 オランダライデン国立民族学博物館肖像のブロムホフのデジマ模型19世紀に日本で作られたこの模型は復元事業において貴重な資料となった第二次大戦終結後オランダは中日大使を通じて首相の吉田茂にデジマの復元を強く要求したとされているデジマを抱える長崎市はオランダ側の働きかけもあり1951年頃より 手島の整備計画に着手。翌1952年からは、手島史跡内の民有地を用地買収する、高有い価事業に着手し、事業開始から半世紀が経過した2001年に完了した。1969年からは1978年には、手島史跡の整備方針を検討する、長崎市手島史跡整備審議委員会を設置しているが、この時点で、 後の復元事業につながる19世紀初頭の出島を復元するという指針が示された。1984年から2年にわたって、かつての出島の範囲を確認する調査を行った。その調査によって東側、南側の石垣が発見されている。また、当時の出島との境界がわかるように道路上に病を打った。鎖国によって閉ざされた日本にとって、 手島は唯一欧米に開かれた窓であった。オランダ商館に医師として赴任したケンペル、ツンベルク、およびシーボルトラは、西洋要科学を日本に紹介する一方日本の文化や動植物を研究し、ヨーロッパに紹介した。上記3人は、手島の産学者と称されている。教皇年間、八大将軍、徳川吉宗が実学を奨励して、 キリスト教関係以外の要所を解禁した結果、デジマからもたらされる書物は、医学、天文力学などの研究を促進させた。デジマは、医学、植物学、物理学、天文学などの乱学の窓口となり、各藩から長崎への有学者は2000名に及んだと言われている。1996年からは、第一期整備事業として、本格的な復元事業に着手。 発掘調査と石垣の修復と敷地西側の建造物5棟の復元が実施され、校舎は2000年4月に完成した。2001年度からは第二期整備事業として、島を取り囲んでいた石垣の内南側131メートルの詳細な調査、修復、復元工事に着手するとともに、外周に歩道を整備し、線形の輪郭を確認できるようになった。 建造物の復元も引き続き進められ、5棟輸入した砂糖や酒を収めた3番像廃礼筆者ランジンベアが復元を終えている。長崎市のホームページによれば、中央、東部分の経営15棟を復元した後、周囲に堀を巡らし、線形の輪郭を復元する予定である。現在、筆者部屋ほか6棟の復元のため、発掘調査中である。 地出島史跡整備審議会は2050年を目標に、かつて水に囲まれた線形の島を完全復元するよう長崎市長に提言している。2010年2月18日、スウェーデンにおいて出島が体系的な生物学の起源をテーマとする世界、遺産暫定リストに掲載されたことが、西日本新聞により報道された。江戸時代中期に当地に滞在し研究活動を、 行った同国の植物学者、ツンベルクの自責に関連する遺産としての掲載であるとされている。2017年には、出島と対岸を結んでいた橋が130年ぶりに同じ位置に掛け直された。橋の名称は、出島表門橋で、歩行者がいない時は、出島側に負担がかからない広報が取られている。これは出島が国の史跡であり、 橋を支える兄弟を設置できないことから考案された。橋は2017年2月27日に仮設され、同年11月24日に、オランダ王室費や秋篠宮夫妻ら出席のもと、完成記念の式典が取り行われ、翌日より供用を開始した。出島が先定をしている理由としては、以下のような小説がある。ありがとうございます。